玉珠山7号墳は大阪府柏原市旭ヶ丘にある古墳。形状は前方後円墳。玉珠山古墳群を構成する古墳の一つ。史跡指定はされていない。大阪府東部、大和川が生駒山地を抜けて石川と合流する手前、大和川左岸の玉珠山丘陵の上部に築造された大型前方後円墳である。丘陵上に分布する玉珠山古墳群のうちでは最大級の古墳で、古墳群の大部分が開発で消滅した中で、現在まで墳丘を良好に依存する。現在は後円部が玉珠山公園内に、前方部が安福寺境内に属する。2001から2002年度に発掘調査が実施されている。墳形は前方部が短い前方後円形で、前方部を正方に向ける。墳丘は3段築成。墳丘表面では吹石、埴輪が認められる。主体部の埋葬施設は2基で、後円部墳頂に構築される。第1主体は、後円部中央に位置し、南北7メートル、東西約6から 6.5 メートルを測る大型の墓坑が認められる。東半部が大きく破壊を受けているためつまびらかでないが、一説に、摂関寺下層と推定される。第2主体は、第1主体の南西における追葬で、大型の粘土核が現存するが、内部は未調査のため明らかでない。出土品としては、埴輪のほか、副葬品の滑石製格子、滑石製小型丸底壺、弾き字角地壺がある。この玉珠山7号墳は、古墳時代前期後半の4世紀中頃の築造と、推定される。玉珠山古墳群は、古市古墳群が営まれる前の河内の有力主張母群とされ、大型古墳の築造は前期前半の9号墳に、始まって3号墳、1号墳と続き、7号墳で終えるという様相を示す。大和王権の大応募においても、古墳時代前期末頃に、奈良盆地南東部から北部に移ることが認められており、玉珠山古墳群の盛衰との対応が注目される。また、柏原市域では、北東約 1.6km の松茸山丘陵に7号墳と、ほぼ同時期の松茸山古墳の築造も知られるが、両古墳の様相が大きく異なる点でも注目される。古墳の規模は次の通りの調査報告値。墳丘長についてはかつて150メートルという数字が知られたが、近年の調査により、上記の値に修正される。墳形は、安曇山古墳と、相似型とされる。墳丘は、基本的に、地山成形で構築され、後円部と前方部の各段テラスは、くびれ部付近で、スロープ状に接続される。また現在では、前方部前端の基底石が墓地内で露出する。現在の墳丘上では、後円部に、大阪夏の陣供養塔1基、前方部に、尾張徳川家二代藩主の徳川光友墓所がある。大阪夏の陣供養塔は、宝鏡院塔で、同人戦没者の供養として安福寺の家屋商人による建立である。徳川光友墓所では、徳川光友、同婦人、同氏の宝鏡院塔3基が建立されている。なお、後円部のすぐ北側にはかつて6号墳が存在したが、1959年の調査後に消滅している。ありがとうございます。